戦後静岡古墳でございます。ただいま工事中で立ち入り禁止でございます。工事やってんのかね。まかなきゃできないね。来年中だから、来年の4月にオープン。今年の4月と間違ってるね。去年のやつ、去年の夏来たんかね。あの山の裏からナビ反対を指すもんでね、何回も裏から大変やったんやけどね。竹やぶの中を歩いて、あの竹やぶや、大変やったんですけどね。ああ、イノシシが掘ってましたからね。工事やってないね、全然。この付近にパーキングをこう設置するおっしゃっておられたけどね、ここにね。まだかかってんのかな。あれ見たいんだけどね、上がられへんしな。ああ、ここ降りてこれるんだよな。残念でございますね。上がらせてもらえないもんな、入り口が閉まってるからな。反対からやったらすごいやけどね。ずっと歩いて向こうから見てみようか。これは光玉斎明光玉天皇陵のはずやけどね。この裏側には大きな山の上にもあんねんけどね。議事されたんか、あれ違う、あれじゃなかろう言われてんだけどね。これでしょうな。全部コンクリになっとるけど、雨や。お、雨か。やら、大粒の雨やな、これ。ほら、全く見えへん。あれ、行かれへんのかな、ここ。あ、この道はどこから行くんかね。行く道がないんかや。ないね。すごい雨やけど。残念やね。あ、車が来たぞ、車が。車が。すごい雨が降らしてきました。追いかけてきたんだよ。雨でずぶ濡れでございます。この付近のやつもこれ山ね、どう見ても古墳のことやろうな、これ。古墳になってるからね。こんな雨が降るとは。今までに晴れてたんやけどね。